皆さんこんにちは、カズマです。芸能者、画家、詩人として活動しております。本日はゲストお二人に登場していただきます。カズミです。はい、スピリチュアリストのカズミです。よろしくお願いします。はい、もう一人は萌えかちゃんです。こんにちは、萌えかです。はい、萌えかちゃんとの出会いは3年、2年ぐらい前に、とあるかもっと前だよね4年ぐらい前にイベントに来て、カフェのイベントに来てくれたのが一番の初対面かな、うん、だよね、違ったっけ。萌えかちゃんが会いたいって言ってくれて、萌えかちゃんが来てくれたんだよね。あ、そうです。その時なんか一角で絵を販売してたかな。そうだよね、あとアクセサリー。そうだよね、そうだよ、ね、その時に来てくれたのが初めてで、うん、まあ、なんかいろんな関わりを今は持ってくれてる、うん、絵描き会に参加してくれて1000枚チャレンジしてたりとか、うん、でそこからまあもともと看護師、うん、でまあいろいろありつつ葛藤がありつつ1年ぐらい前に看護師看護師をお辞めになられて、今はまあフリーに活動しているという感じですかね、うん、はい。で本日のテーマはそんな萌香ちゃんとかずみと、仕事の捉え方についてお話ししたいと思います。はい、はい、萌香ちゃん曰く仕事を仕事と捉えたくないということをさっきおっしゃってましたが、うん、萌香ちゃんにとって働くってどんなイメージですかね。いや、働く、うん、お金を稼ぐ、うん、お金を稼ぐこと、うん、なるほど。お金を稼ぐことって嫌なイメージ、うん、なんか苦労しないとお金は手に入らないみたいな感じ。結構割とそういう人多いか、うん、でも苦労しないとお金が入らないっていうわけではなくて、うん、バイトとかだったらそれはただ1時間いりゃお金もらえるんじゃない、うん、別にそれこそ怠けようが怠けなかろうが時給っても固定じゃん、うん、だからよく働く人でもよく働かない人でも変わらないよねっていう働き方じゃない、うん、だからまあなんだろう、まあ、働くことイコール苦労になっちゃってるってことだと思うんだよね、うん、その稼ぐイコールなんか大変っていうことになっちゃってると思う、うん、だからこの意識をやっぱ変えた方がいいですよね、うん。かずみはその働くこととか稼ぐことに対してどういうイメージを持ってます？今は働くっていうことをしてる気はしてない、うんうん、し稼ぐともあんまり思ってないけど、うん、会社員時代があったから、その会社員時代は働くのは生活のため、うんうんうん、生活のためにはお金がないとダメだから働く、それがこう当たり前みたいな感覚を持ってたよね、うん、だから仕事は楽しかったけど、うん、仕事に行かなければいけないと思ってた、うん、で行くのが当然で、行ったからにはまあやるからには楽しくやりましょうみたいな感覚を持ってた、うん、だから昔は働くことイコール生活費を稼ぐため、うん、まあやるなら楽しくやろうぜ、うん、ああでも行かなきゃな、ああみたいな感じで、うん、今は全くそういう気はないかな、うんうん、分かった。 俺にとって多分働くって、うん、資本を稼ぐってイメージがあるんだと思う、うん、生活費を稼ぐっていうよりかは資本を貯めるっていう、資本っていうのはその元のお金、元金、うん、だから100万円貯めるために、まあ、アルバイトします、うん、で100万円貯まったらきっぱりやめる、うん、でその100万円で増やしていこうって考えが結構あるかも、うんうん、だからアルバイトとかで稼ぐっていうのはなんかもう通過点でしかないというか、うん、でだから結構目標があるかも、働くにしても仕事をするにしても、うん、目標がないと働くのきついかもね。うん、確かに、うん、でもそうかもね、うんうん、でも私がこう働いて会社員として働いてた時って、うん、なんか学校出たら仕事するのが当たり前、会
会社に勤めるのが当たり前で、だから普通に就職して、普通に働くことがもう疑いもないよね、疑いもない中で、まあ、お給料もらった、仕事し行った、お給料もらったの繰り返しの中で、なんとか自分を奮い立たせるまでいかないんだよな、当たり前だから、なんかルーティンみたいな感じだね、それで生活してるって、そう、だから疑わない、でもまあ楽しくいるには楽しくやろうっていう感覚で、嫌な仕事では私の中ではなかったから、だから楽しんでやってる感じはあるけど、でさらにこうキャリアは目指していこうみたいな意識もあったから、多分楽しくやってたんだと思うね。それこそ目標みたいな、お金を稼ごうというよりもキャリアを積もうみたいなさ、上に上がろうみたいな感覚でやってたから、それが目標だったけど、ある意味苦しいよね、どこかで着地点がないからね、だからベストかそれ以外かしかないんだよね、極端なこと言うと、だからそれ以外をやるならば何か目的がないと絶対に続かないというか、それこそベストにするためにそれ以外をするっていう目的にする必要がある。だから自分のベストって何なんだろう、自分の本当の求めてるものって何なんだろうっていうのを明確にする必要がある、もうこれって結構みんな分かってると思うんだよね。でもそれが非現実的だったり、その遂行できないことだったり、何かがかけ離れてること、自分からかけ離れてることだから、その目標とか夢を度外視しちゃうわけよ、もう例外にしちゃうっていうか、そもそも考えないようにしてね、考えが湧く前から、だからこの癖をちょっとやめてみるというか、もう何でも考えていいっていう時間というか、何でも考えていいっていう思考を一旦作らないと、それが一向に見えてこないかなとは思うかな。何だって知ったっていいわけじゃない、たくさんのことを言うと、でこれとかわってくるのが多分責任だと思うんだよね、こうしなければならないっていう、その常識的なものに自分を当てはめてしまうっていうのは、その社会のルールにのっとると自分の存在価値みたいなのが現れるんだけど、でも社会の存在価値は自分の本当の価値ではないっていうことに、みんな薄々気づいてしまってるから、心にぽっかりとした穴がね、開いちゃいますよね。でこの穴を埋めるために皆さん多分自己啓発本だったりスピリチュアル本を読んで埋めようとしますよね。セミナーに通ってしまうとかね、で何だったんだろうっていう風になってしまう、進んでるようで進んでないみたいになってしまうんですよ。だから本質はそこではなくて、蓄えることじゃないんですよね、本質は。だって本当に求めてるものに向かって進むことが大事なのかなと思いますね。そこに素直さってやっぱ必要ですよね。そうね、そう思う。なんか自分が本当に手にしたいものは何なのかっていうところに素直に向き合えないと、例えばさ、こうさっきも言ったけどさ、生活のためだもん、仕方ないじゃんみたいなものになったりとか、なんかこうお金って稼ぐっていうのも含めてだけど、あればあっただけいいとは限らないと思うんだよね。なんか、だから難しいよね。難しい、ここはね、あればあっただけいいことはいいかもしれないけど、あったらね、使うことを考えなきゃいけなくなるんですよ。そう、それとかなくなってしまったらどうしようっていう不安とかね、いろんなものがまたそこに付随してくるし、なんか自分にとって何がやっぱり大切なものなのかっていうのを自分が考えなきゃいけなくって、でそのいろんなことを考えられるってさっきカズマが言ったじゃない、それもさ、こう、あ、仕事行かなくちゃって思った瞬間に、なんで本当に行かなくちゃいけないのかなって考えることが大事だと思うんだよね。それ考えたら行きたくなくなっちゃうんだけど、でもなんかその自分の中に当たり前として存在してる概念を、本当に行かなきゃいけないの、本当にやらなきゃいけないの、何のためにってこう自分に問いかけることってすごい必要だよねと、いや去年
んが私の、ね、そうだね、そう行きたくないけど行ってたな、うん、人がいない、忙しい、大変なの分かってるから、うんうん、行きたくないけど行ったら行ったでやらなきゃいけないことがあるから、うん、やりたくなくても体は動くし、うん、いつもの流れでできるけど、うん、もう戻りたくないですね、うん、そうだよね、萌香ちゃんもね、かずみの可愛くなっちゃう大作戦を、うんうん、セカンドも受けた、セカンドも受けた、うん、3ヶ月3ヶ月、まあ半年で、うん、まあ、それがちょうど去年この時期、去年のこの時期で、うん、もう一番もんもんとしてた時に、ね、ちょうど渦中にあったっていう、ね、渦中にあって素直になれ、うん、素直になれ言われてね、今はもう渦中からあそこに比べたらもう楽園のような楽園です本当にそうね、本当に楽園、でもなんかあの時すごい萌香ちゃんが自分に素直になって自分と向き合ってたその期間ってものすごい大事で、うん、多分すごい一番苦しかったと思うんだけど、ね、うん、だけどそこでこう考える力とさ、自分に素直になることっていうのがなんて言うんだろうね、体得したんだろうなと思う、うんさ、 さっきのお金の話もちょっと戻るんだけどさ、うん、お金ってあったらあっただけいいって言う人いるじゃない、うん、でもこれってさ結構動物の話と例えられるんだよね、うん、そう、動物ってさ人間の愛を必要としてるじゃない、うん、だから動物は人間の愛が自分に当てられた時に、あ、この人がご主人だって思うわけよ、うん、その初めてね子犬を抱いて、子犬がこの人の愛好きって思ったら繋がるわけじゃん、うん、でそのご主人の帰りを心待ちにするわけでしょ、うん、でその子犬を抱いて、でそこからもう一生抱いてやれなかったらその子犬はずっと思い続けるわけよ、そのご主人のこと、うん、でそれがさ、その子犬を100人あ1000匹、まあなんか匹って言ったと思うよ、あんまよくない、好きじゃないんだけど、1000匹1万匹って増やしていけばいくほど路頭に迷う子犬が増えていくっていうか、動物が増えていく、でお金も割と同じで、路頭に迷うお金が増えていけば増えていくほど結構しんどくなっていくというか、その人が、だから次はそれをどういう風に扱うかを考えなきゃいけなくなっていくというか、だからなんだろう、あればあるだけいいっていうのはちょっと間違いで、うん、そう、動物もいればいるだけいいというのは間違いで、自分の本当にこの子に使命を与えたいっていう子をそばに置いてやらないと、うん、その路頭に迷う子が増えていくというか、だからお金を稼いだらしっかりとその行く先を決めなければ何ら意味がないというか、不安のためにお金を集めて埋めるっていうのは全く本質的な解決になってなくて、いわばそれは自分の孤独を、不安をお金で埋めてるにしかならない、そのアスファルトで埋めてるようなもので、それも一時的なものでしかないから、でもずっと違和感は残り続けるよね、その違和感に素直になればパカッとなんか輝くというか美しくなる、そのお金のために自分の時間を割いて仕事をするっていうと、うん、なんかこう矛盾ばかりのこう、なんかね、なんか輪の中にいるみたいになってくるんだよね、もう稼ぐことが悪いとかでは決してなくて、うんうん、その稼いだお金の行き先や、うん、その稼いのことに対して、ここに時間を費やすことに対しての行き先をしっかり決めておく、うん、未来を見るっていうことが大事だよね、うん、そうすると体は動くようになると思うんだよ、うん、めんどくさいなっていうのはそのイメージができてないからめんどくさいって思うわけよ、うん、そうだから、なんか食器洗うのめんどくさいなとか、お風呂入るのめんどくさいなって時は食器洗うイメージ、お風呂に入りに行く自分のイメージができてないからめんどくさいと思うわけよ、うん、それかそれをしたくないって単純に思ってるかどうか、うん、したいけどできないめんどくさいっていうのはそういうことよ、うん、
もしたくないっていうのはもうまさにしたくない、めんどくさいっていうのはまさにもうそれじゃない、うん、結果は出てるというか、うん、でも結果は出てるんだけどこねくり回そうとするんだよね、うん、違う理由がね欲しくなって、どうやったらこれを好きになることができるだろうかっていうね、うん、うん、違う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 、もう嫌いなんですそれが。でそれをねやり続けるとまた障害が起きるわけですよ、自分が分からなくなるんです、うん、やめられなくなるしね、うん、だからしたいことはできるだけやらない方向に持ってった方がいいし、したいことはできるだけ早く望みを叶えてあげた方がいいなって思う、うんうん、したいことはね、そうしたいことはできるだけ早く叶えた方がいい、逆言ったね今、逆言った、したくないことはできるだけ早くやめてった方がいい、うんうん、そう、うん、そうだね、そういうことです、うん、分かんなくなっちゃうんですよ自分が、うん、これって結構本当に一瞬なのよ、うん、で1週間これ対応とかって結構厳しくて、うん、1日2日でも結構ねガラッと意識が変わっちゃうの分かるでしょ今のもやかちゃんの顔そうだよ、そうです、だからなぜか違和感を保存しておいて保留にして、これもしかしたら自分の間違いかもしれないとかね感じちゃうわけですよ、保留するのあんまりなんかよろしくないというか結構意識が必要だから、うんうん、まあまあ考えなくていいことを考えてるっていうことになるよねズバリ言っちゃうとね、うんうん、自分を分からなくさせてる原因なんですよね、うんもちろんさ、多分これを聞いてる人の中でもうまく変えられないって人いると思うんだよ、うんうん、だったら目標を決めた方がいいというか、うんうん、プランを決めた方がいい、そうすると分からなくなくなると思う、そうだよね、そう、ダラ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 ってやってても多分自分が分からなくなるだけで、うん、ね、それも分かりやすく、例えばいくら貯めたらやめようとかね、いついつまでにもうやめようとかっていうのを決めていったら分かりやすいしね、かずみの可愛くなっちゃう大作戦を受けた方も聞いてるんだけど、うん、その方の中でもその素直になったはずなのに何か物事が動かないっていうのはそういうことで、うん、分かってるんだけどそれを実行してないだけというか、うん、そうそう、分かる力はついてる手を挙げた人がいますよ手を挙げた人いますね、あれだけ散々ね考えてから行動するを伝えてるんだけどねなかなかね行動まではね、そう、その時に自分を疑っちゃうんですよね、うん、自分の違和感を疑っちゃう、そうね、まあ、自己信頼とか自覚っていう話もまあしてはいるけどね、うん、なかなかね、うん、それは多分自己信頼が足りないっていうよりかは他人に重心を置きすぎてるんですよ、うん、自分よりも他人の方が多分合ってるのかもしれないとか、自分は間違ってて他人の方がもしかしたらそのいいんじゃないかというふうに錯覚しちゃうんですよね、うん、まあ、他人もそうだけど世の中の常識よね、そう、なんかこう自分の感覚よりね、そうそうそう、自分の感覚よりだって世の中ってそうでしょみたいな、だって仕事するのって当たり前でしょみたいな感覚の方がきっと100人いたら100人そう思ってるんだろうなっていう、なんかこう意識があるんだろうね、そう、うん、それって結構なんだろう、そのナンセンスじゃない、うん、だって生きたいように自分の感覚を信じて生きるっていうために生きてるのに、うん、なぜか比重をこっちに、ね、うん、社会の方に置いちゃってる、うん、でもさ最初はさ自分中心に考えてるんだよねみんな、こう可愛いの卒業生とかもそうだけどさ、うん、私事として考えてるのいつの間にか私事ではなくなって、なんかこう世の中のことが中心とした概念を持って考え始めちゃった、それはね例外を作るからですよね、うん、これは違うでしょうとか、いやこれはやっぱり常識にここは乗っ取った方がいいかなみたいな、うん、この境界線を作っちゃう、そうだね、あとなんかさ例えばこういう場合みたいに考え始めると分かんなくなる、分かんなくなる、意思貫徹すればいいですよそうそうそう、意思貫徹を柔軟性柔軟にすればいいだけで、そうだね、意思貫徹を破っちゃうんですよね、うん、どこまでもう萌香ちゃんがねどんなことがチーンってなっそうだなって思った、って言うと多分自分がどうしたいか未来って結構わかりますよね、うん、うん、うん、で多分萌香ちゃんがうんってなっちゃうのは多分イメージが捉えきれてないんだよね自分の中の、したくないことをしてるから、そう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 、し
したくないことをするとね、分からなくなるんですよ。なんでかっていうと、したくないことをしてるときって嫌な感情が湧くじゃないですか、そうすると心の中に霧というかもやがかかるわけですよ、そうすると イライラしてしまって、あれなんだっけなっていうふうになっちゃうんですよね、っていうことはその習慣をやめた方がいいじゃないですか、簡単に言うと。やめますやめるというか、より良くした方がいい、ベストを更新し続けるというか、楽園を更新し続ける必要があるんですよ、でも昔より今の方がベターだっていう風に現状満足しちゃうというか、やっぱ現状妥協しちゃうんですよね、それは昔よりも今の方がいいだけで、今がベストとは限らないんですよね、だから見え続けるベストに自分が向かい続けないといけないんですよ。でやっぱりみんなね、どこかで腰を下ろそうとしちゃうんですよ。私はもう完璧だっていうかさ、もうこれ以上なんか働きたくないとかさ、そうですよね、だからゴールを目指そうとしちゃってる、ゴールなんてないのよ、簡単に言うとゴールないんですよ。いわばゴールを死に例えてしまってるんですよね、簡単に言うとなんですけど、だってゴールっていうことはもう停止してしまってるから、じゃなくて幸せの中で生き続ける必要があるというか、幸せを感じ続けられるんですよ、ではなくて最長の幸せを目指してるから、もうその最長はどん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 更新し続けるんですよね、そうなんですよ、っていう風に生きたら多分もっと生きられるかなと。ストイックですか結構さしんどいよね、その日頃さ嫌なことをしてるとさ疲れちゃってるしさ、そんな体力ないよっていうのも非常にわかる、でもどうしたいかってところなんですよね。なんかさ、こうまゆかちゃんがさ看護師やってさ、でここじゃないなって、私の居場所じゃないなと思って辞めたじゃない、で辞めていろんなやりたいことがあって、とりあえずやってみた、やってみた、それを継続する必要はなくて、やってみて経験して、やっぱりあこうだったんだ、分かった、ここじゃないなって思ったらやっぱり変わっていいと思うんだよね。変わっていい、でもそれをいやこんなすぐにやめたらとか、いやまだ全部知らないしとか、ってなってくると、そのさっきカズマが言ってた嫌なことをやってるから、そこでさ長い時間そこにいてもそこから先何も手には入らないんだよね、だからあ分かった、ここじゃないんだって思ったら自分の望む方にまた自分を近づけていかないと、本当に自分が手にしたいものっていうのはなかなか見えにくいよね。やってみたいことをやってると、やり始めた時はもう全部何やってても楽しかったけど、やっぱり最近なんかで思うことがただ増えてきて、でそれをやめられてない現状です、あとは多分新しくチャレンジしたいことも割とストレスがかかることなのよ、その最初って結構ハードルがどんどん高くなっていくわけね、ハードルで足を上げるから結構負荷がかかるわけ、負荷がかかることをちょっと牽引しがちになっちゃうのよ、心地いいから今が、だから嫌なことはしなくていいっていうのはそういうことではなくて、自分がしたいでもうまくいくかわからないというこの葛藤を抜けないといけないってことなんですよね、そう、でもこれがしたい、でもなんか緊張する、緊張するってことは嫌なことなのかもしれない、やめとこってなってる人が結構多いですよね、じゃなくてしたいっていうところに意識を当てる、集める必要があるんですよね、そうストレスからやっぱり、逃げてしまうというかね、わかる、非常にわかる、初めてやることってさ、めんどくさいっていうかさ、それこそなんか手につけにくいじゃない、やってると結構一瞬だよね、一瞬だね、厳しいこと言ってよかった、なんかさこうやりたいことがいっぱいあってさ、こう次から次へとやりたいことをやり始めるじゃない、そうするとさ気が多いとかさ、こうなんていうの、
長く続かない私は飽き性だとかさ、なんかそういうふうに捉えちゃう人ってすごいいっぱいいると思うんだけどさ、うん、その辺どう思う？その長く続かないことが悪いことなんじゃなくて、その瞬間に自分が素直になっていることが非常に大事なんですよ、うん、いろんなものに手を出してもいい、でもその時の心は素直であるか素直じゃないかによって全く経験値の差っていうのが違ってくるわけね。素直じゃないままいろんなものに手を出すことはこう拗ねながら味見をしてるようなものなんですよね。だから全く味が分かってない実際は、うん、でも素直なままいろんなものを体験していくと1が1から10を得られるんですよ、うん、だからどん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 経験しなくてもそれがもう分かってくるようになる、うん、そうだからスキーやったことないけどあスキーこんな感じだろうなっていうのが分かってくるからやらなくてもするようになるの。でもやりたいと思ったらやれるようになるっていう、うん、これがそのいっぱいやりたいなって思ってても、うん、そのいいか悪いかの違い、素直であるかどうかっていうのは非常に大事ですよね、うん、っていう感覚を持ってると動きやすいじゃん、うん、そう、あ、じゃあやっぱり海外行ってみようかなって思うかもしれないし、やっぱり一人旅でちょっと日本回ってみようかなって思うかもしれないし、その中でまた自分のやりたいことが見つかったかもしれないしって思うと、じゃあそのお金を旅費をどうやって貯めようかなってなった時に、じゃあ今のバイトをいつまでにやっていついくら貯めてやめようってなるかもしれないっていう、そう、うん、でそこで多分どうしてね、あ、なんか怖いなとかって湧いてくると思うわけ、うん、不安だな、不安だなとかね、うん、なんかこれ不安だなってことにならないしないことが結構大事で、うん、怖いなと思ったらいやこれ怖いって思って言っちゃった方がいいわけよ、うん、でじゃこの怖いを解決した方がいいですね、うん、多くの人はこの怖いを感じながら突っ走ろうとするわけですよ、うん、後ろ髪を引かれながら前に行こうとする、それ痛いですよ髪の毛ね、引っ張られてますから、じゃなくて、うん、なんだろうこれって言って紐解いて解決して前に進んだ方がいいですね、うん、例えば海外に行くだったらじゃあビザどうなんだろうなとか、うん、ちゃんと働けるのかなって、これ必要だなっていうのを明確にさせると怖くなくなる、うん、したいことだから、あ、こうするとこうできていくなっていう風になると思いますね。そうだね、なんか怖いことをさ漠然としたものとして捉えるからさ、どんどん大きくなってくるんだよね、お化けみたいに、うんうん、なんか正体が分かんないままどん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 膨らんでてさ、結局なんか自分の足を止めてしまうって。だけどその正体ってすごい些細なことだったりするんだよ、うん、手続きどうすればいいんだろうとか、うんうんうん、これってどこに聞けばいいんだろうとかっていう、うん、そのなんか事務的なことだったり、なんかそういう、まあさ、手続きとかってめんどくさいからさ、余計こう明確にしたくないのもあると思う、うん、そうするとこうなんか、あ、なんかめんどくさいな、わかんないしな、みたいにだんだんなってくる。でもね、実際例えば電話して聞いたらすぐ解決するとか、うんうん、そういうことが実は多いよね、怖いっていうことの中にね。萌香ちゃんの目が何かを考えてるようなどうですか？確かになんかやりたいから手を出したけど目的がなかったなって、うん、だから今こうなってんだなっていう、うんうん、思います。そう、うん、だから例えば絵を描くにしても、うん、絵を描いたら補填するっていう風に紐付けた方がいいなっていうのはすごいちょっと思ってて、うん、初めて絵描き始めて半年だから5点なんてって思うけど、うん、全くなくて絵描いたら絶対に誰かに見せた方がいいわけよ、うん、絶対にそうっすね、うん、これをなんか閉鎖的にやってしまったりなんか自己完結しようとしない方がいいと思いますね。5点やった方がいい、うん、何かしたらこうした方がいいっていうのをどんどんつなげていった方がいいですね、うん、そう、デイサービスで働いてるんですけど、うん、そこでその秋の展覧会で、うん、いろんな利用者さんたちも絵を持ってきたりとかした時に私も絵持ってってみんなに見せた時の反応見た時に、あ、個展やりたいってその時思って、うん、人に絵を見てもらうってこんなにいいことなんだなって思って、うん、来年は個展をやります。あ、お、ここで宣言してきます。もうじゃあやんなくなっちゃうから。いいね、うん、いいね、うん、
素晴らしいです、うん、でそのためにイメージをして、あ、じゃあこれ必要だな、うん、これ必要だなっていうふうにイメージしたら、うん、めんどくさいのがなくなっていく、うんうん、で途中分かんないな、どうしたらいいんだろうと思ったらイメージが足りてないっていうことなので、うん、具体的にイメージしていくと解決していくと思いますね、はい、大丈夫でしょうかそんな感じで、はい、ありがとうございました。それでは本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。